Thank you very much for choosing Vietnam for your vacation. ということで、サイゴン空港に着きました。今日が最終日で帰ります。今日の朝、あの日本人の、スタイリストさんに髪を切ってもらいました。やったいい感じです。ということで、ロイヤルブルネイにチェックインして、ブルネイに帰ります。飛行機が2時15分発なんで若干時間あるんで、まあ、レシートが食うかもしれないんですけども、そんな感じでやっていきたいと思います。荷物を預けたんで飯をちょっと食いたいなと思ってますね。まあベトナムの方でもいいし、まあそういうものを食べていきたいなと思っております。最後のベトナムです。髪もいい感じです。行くぞ。お、何これ。ということでベトナム最後の方です。どうですか。そう、楽しみ楽しみ。こうやってちぎって使います。これは和牛です。和牛、和牛フォー、和牛ファー。ということでトシちゃんはベトナム3日目にしてお腹をやられたんで何も食いません。手が食べられません。あのストリートフードとか全然食べてないし、危険ななんかやつチャレンジしたかったけど一切食べてないのでこうなっちゃいました。スネークワイン、どうですか。グリーンナッツ。もったいないから野菜入れないといけない。もやしは野菜じゃない。もやしはエンプティカロリー。水分が入ってるんじゃないですか。どうぞ。すごいありますよ、こういうやり方が、やり方がありますよ。どうぞ。はい、食え。ということで相変わらずすごい熱気です。いっぱいいます、人が。ということでここに入りました。スーベニアショップいるよ。ベトナムの良いところは結構日本語も通じますし、日本食があって、日本の結構日本人が多い、実は観光客が多いということもあります。 Thank you for taking care of us. That's my pleasure. Thank you very much for choosing Vietnam for your vacation. I'm very happy to have you on your vacation.